ただいまに本日の第7試合スペシャルエキシビションマッチ2分2ラウンドを行います。アウトな162センチ、53キロ、チーム風ダカーン・フーパー。対しまして赤コーナー160センチ、53キロ、第2代ライズスーパーフライ級王者、オイシム大崎2ラウンドな、やりたいようにやってました。おじさん、合わせるから、怪我だけはしないから、よろしくお願いします。Thank you.
以上に迎えましたいです。どんな拍手をお送りください。本当にありがとうございます。僕は前回後楽園ホールで KO 負けしてこの舞台にまたいるんですけど、このライズウエストの舞台でまた活躍して上に戻りたいと思っていますので、皆さん応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは続きましてスーパーフライ級チャンピオン大関勝選手お願いします。福岡の皆様こんばんは。ボイスチームの大関勝です。今日は弾丸フット選手エキシビジョンありがとうございました。すごい若くてこれからの選手 で結構ボディ本当に倒すつもりで行ったんですけど、すごい気持ち強くて倒れなかったんで、これから本当にすごいいい選手になるなと思いました。僕前回の試合ちょっとトーナメントで負けてしまったんですけど、今回弾丸選手、若い選手の力ももらって、また上目指して頑張っていくんで、これからの僕の活躍に期待を持っておいてください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。大崎選手、弾丸選手に対して大きな拍手を送ってください。